西谷さん、いつモンゴルのどのあたりに行かれたんでしょう去年の11月の14日からです、ねえー、10日ほどモンゴルに行ったんですが、えー、埋められそうな場所はおそらくあのノモンハン事件ってありましたよね満州、まあ、旧満州とモンゴルと、まあ、今のロシアの国境あたりなんですがそこに大きなウラン鉱山がありましてね、はあ、でそこのウラン鉱山、今使ってないんですけど、えー、そのあたりではないかと思って。 でちょっと取材に行きました、ね、だからそのウランをかつて掘ってた鉱山の近所に新,、はい、う新たに廃棄物を、まあのゴミ捨て場を作ろうというそういう計画があるんじゃないかっていうことです、ね、一応この問題は水面下に潜ってますけどね、うん、でも今小出先生おっしゃったようにあのもうどん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 出てくるわけですよゴミがそれを埋める場所が。 ないので日本にもアメリカにも。というか、まあ、な,なかなか世界探してもなかなかないですの、ね、でここで問題になってくるのはねあのいわゆる包括的な燃料サービスあの日本がベトナムとかトルコに原発を売り込みに行ってますけど、うん、その時にベトナム政府にですねつまりそのベトナムに売る際にあのその売り込みセールスであなたのところには核のゴミは残しませんと引き上げます。うん ででもも日日本本にに引き上げても日本に埋めるところないですよねだからもうそのパッケージにすすんですよだからウランは生産地に送り返すというだからウランの生産量であのモンゴルもたくさん埋まってますので,、うん、でモンゴルは貧しい国ですからウランを輸出して設けてそして核のゴミを輸入して設けたいとで日米政府は埋めるところがないしこれから海外に原発を売り込みにかける時にロシアとか韓国と競争ですから。 だからそういう意味では、セールスポイントの一つとして、核のゴミは残しませんよという、こういう売り込みをかけてますからねあああの現状、モンゴルは今もウランを生産、輸出はしてるんですか一応、かすかに、まあ、13位ですけどね、世界で、あのー、埋蔵量は1位だと言われてるんですが、だからそういうそのウランを生成したり、あのあの採掘する技術が。 今ないので、うん、それを中国とかカナダの資本がやっているわけですけど、うん、それを、まあえー、日本とアメリカと組むことによってね、うん、それでそういうものをあの、技術をモンゴルとしては得たいと、ゆくゆくはモンゴルに原子力発電所も作りたいと、とい現場はどんな場所でしたか、ま,あ、あのまだそこがね、はいはい、廃棄物処理のの場の建設決まったわけじゃないけど、つけてあの予算はついてるんですよ、そこの村に予算がつい,もうついちゃってるんですよ。 モンゴル政府はそれでどんなとこかと言いますとウランの露天堀です、うん、で旧ソ連が1980年代から96年まで掘ってたんです、はい、でその,あのソ連の崩壊であのソ連は引き上げましてで現在は中国がその採掘権,権利は持ってます、はい、露天堀言うとけど放射能すごいんじゃないですかいやだからもう測ったらですねウラン残土のところで24マイクロ 出ましたからもういきなりピピピピなってましたからだいぶ放射能浴びてきたんじゃないやまあ浴びてきたかもしれませんね50歳超えてますから残度をそのままにしたんですよこれはこれは小池さんかなり高い24マイクロとシーベルトパーアワーという量だと思いますが通常例えばこのスタジオでもし測ると0.05ぐらいしかありません。 0.6を超えてしまえば放射線の管理区域にしなければいけませんし<ー>私の実験所にはもちろん放射線の管理区域がありますがその管理区域の中でも20マイクロシーベルトパーアワーを超えるようなところは。 高占領区域として立ち入りを制限するという、<ー>そういうぐらいのところですから、から小出さん、そこに遊牧民が草を食べさせてるんですよね、はい、西谷さんが行かれたところは、はい、私の,のような職場、特殊な職場でも、高占領区域として立ち入りが制限されてしまうようなところに、はい、普通の人々が生きていいるという何の過去もないですからね、草原ですか大草原ですで。人口密度は極めて低く そしてあの少数民族が住んでるんででるすよリアート人というねでモンゴルの少数民族が住んでいてでものすごくウランバートルから離れてますからだからそういう意味では日本の構図と一緒ですよね大都会から離れていてで少数民族が住んでいるそういうところに反対運動も起こらないだろうというそういうところ。 に持っていいくのではないかとうもうで現実に予算もついてますから予算っていうのはモンゴル政府の予算がモンゴル政府の投資計画にあのもうあの日本円にして30億円ぐらいの予算がもうついてますその,<ー>その村に日本円にして30億円というのモンゴルにとってはすごい予算ですよねあの500億トゥグルですからねだから、まあ、モンゴルにとったらものすごい予算がついてるというのは、はい、おそらく、えー、ビッグビジネスですからこれだからそういう意味ではやるんじゃないかなと僕は思っておりますしフランスのあ,あればとか あそういうところもあの支援してるんですよ。ああなるほどねフランスなればっていうのはねあの東京電力のね、はい、福,福島原発の、はい、第一原発のですね、はい、あの収束作業にも大いにかかわってるあれですよね。うん 冷却循環システムなんかをね入れてるのがね、うん、あればですね、うん、フランスの、うん。なるほど、そのそこに日本が関わってる可能性が高いと、あ関わっていく可能性が高いとあの。間違いなく関わってるんですよ、極秘文書があるというスクープ記事が毎日の、うん、はい、はいい出ましたねで,でも極秘文書は明らかになってないですけどね、でもそういうのがもう決定はしてると思うんです。うんうん、なるほど、はい、あのこののモンゴルの話あの現地までいっ 引き続きまたお聞きしたいので会、はい、を変えてです、ね、じっくりお話を聞かせてください。